大阪桐蔭に151キロのスーパー1年生現る。大阪桐蔭スーパー1年生、森春樹、151キロ連発で2回打者6人を4奪三振。昨春全国準優勝の報徳をパーフェクトで沈めた模様。エグすぎるだろ。1年で151キロ。しかも最速詐欺じゃなくてこの試合平均150キロ計測してる。189センチ86キロの目舞台、2年後のドラフト楽しみにしとけよ。どんだけ伸びるか楽しみやな。大阪桐蔭今年も最強クラスやな。投手がやばい。3年の時どうなるんやろ。楽しみ。絶対壊れるなよ。今の2年もすげえし毎年ドラ1出てもおかしくない。森くんスーパー1年生すぎ。これまたすごいのが出てきたな。藤浪を超えるのはこいつしかおらん。大阪桐蔭、西谷監督、素材を大切に伸び伸びと練習をさせています。先が楽しみ。じっくりと鍛えていきます。まあ西谷なら安心やろ。6月146キロ、9月148キロ、10月151キロ。佐々木朗希に憧れてるらしい。160キロでプロ来い。もう MLB スカウト来てるらしいし NPB でやるかわからんけどな。ここ最近どんどん怪物生まれてくるのはテンション上がるな。森春樹、絶対名前覚えておこう。